皆さんこんにちは、浪費家の妻です。今回の動画は宮島に行ってきた動画となっております。だがしかしたかし、なんとめちゃめちゃ混んでました。じゃけん全然動画を撮れておりませんということで、今流れております車の中での私の爆食が、メインの動画に多分なってしまっていると思います。需要があるかどうかは分かりませんが、車内の様子とかもちょっと流してみたりとかしていますので、興味のある方よろしかったら最後までご覧くださいませ。めっちゃめちゃ混んでました。もうね、混みすぎたので断念いたしまして、全然動画が撮れておりません。なので今度旦那と2人でデートに行けそうな時があったらまた動画を撮ってみます。ということで車内の様子です。うん、まほうじ茶落ちちゃったの。何が落ちちゃったの？ライブさんライブさんいるの？ママ届かないわ。後でパパに届くの？にバレんようにしてる。あとひまちゃん、あいつはマジで怪獣、くれんと一生泣き続けるけどということで宮島に到着いたしました。こちら入り口なんですが、めちゃめちゃ人が多かったです。頑張ってチケットを手に入れて船のところに行ったら、またもや人がすっごい量でした。3連休の真ん中ということもありまして、はい、混みすぎてね、外には出れなかったのと、私は海が苦手なので中から鳥居を眺めました。はい、もうやばいですよね。こんなに人が多いのはほんまにね初めてで
お祭りの時ぐらいかなっていうぐらいでした。はい、買ったものといえばね、この隅っこ暮らしのねカステラと、これ人がやばいです。はい、あとこちらですね、毎回必ず買っているコッペパンのサンドみたいな感じのものです。一応取り写しときます。それでは車の様子に戻るんですが、こちらですね、我が家はいつも買っておりますと言いますか、今回の宮島の旅はこれがメインと言っても過言ではないぐらい大好きな商品となっております。私はね、カキフライコッペっていうのを頼んで、旦那さんはお好み焼きコッペと、きなこ揚げパンコッペを頼みました。で、息子はソーセージが入ったもので、娘はプレーンのものを頼みました。これめっちゃね、パンがふわふわで美味しいんですよ。はい、こちらをね、車の中で食べながら私はビールを飲んでおりました。はい、もうね、ビールなんか水と一緒ですよ、私にとっては。はい、そんな感じで楽しみましたが、当初の予定の楽しみ方では全然なかったんですね。じゃあ今日ほんまに再度リベンジさせていただきます。はい、なのでそちらを楽しみにしていただけたらなって思います。今回ね、なんか私がただ車の中でめっちゃ食べとる動画になってしまって申し訳ないです。宮島全然映せれませんでした。ガンスとか食べたかったもん。はい、じゃけど食べれなかったんで人が多すぎてそんなことできる余裕が一切ございませんでした。ということでね、最後にまた車の様子をお流しして終わろうかと思います。ということでアフレコはここで最後となっております。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。一応先にお疲れ様です。冷たい。かわいい。